虹色インコの金田光一です。山本孝子です。古田隆久です。さあ11月10日に、僕らライブをねさせていただきますが、栄のドリームキューブというライブハウスで、いつぶりだっけか、8月ぶりじゃない、8月ぶりだっけか、4月20何日とかにやったね。うん、いやそれ以来、はい、出演者の方々も、ね、楽しいメンツで、はい、あの大橋隆さんとね、そうなんですよ、めちゃくちゃ久しぶりだよね。すごい久しぶり。めちゃくちゃ久しぶり。大阪のね、シンガーソングライターの方で、はい、それこそだって6年ぐらい前じゃないですかね。僕がもともとこの虹色インコっていうバンドが、あのパレットっていう名前 でやってて、で僕はそのパレットっていうバンドに、途中から入ったボーカルなんですけど、僕が多分その正式に加入した日、あの日かに、うん、あ多分対バンして、うんうん、それ以来だと思いますね。うわ、その時まだ僕はあのボーカルって言っても、うん、どっちかっていうとそのサポートギター的な、うん、ちょっとコーラス入れたりとか、うん、そうだった、そっちがメインだったんで、うん、大橋隆さんの前でちゃんと僕歌ったことがまだないんですよ。じゃあもう満を持してようやく歌を聴いていただけるというか、うん、むしろ覚えていただけてるかが怪しいぐらいの久しぶりさで、いやすごく嬉しいです、うん、楽しみですね。とても嬉しいですね。この日はですね、まあ、アコースティックイベントということなんですけども、はい、まあ、僕らは、あまり気にせずというか、そうなんです、バンドスタイルというか、はい、で演奏させていただきます。さっきね、セトリの方も、決めさせてもらったんですけど、うん、まあ別に狙ったわけじゃないですけど、うん、僕がギターを、あ、そうだね、持たない、アコースティックイベントだって言って、そうそうそう、もうそこすらなくすっていう、そうそうそう、アコースティックギターがないないっていうね、という、セトリを組んだと、はい、なんか偶然でしょ。いや別に狙ってるもん、だって全然狙ってない、ね、裏話ですけど、はい、曲並べたのは、まあ、僕古田君がある程度今回はちょっとプラス、まあ、みんなの意見が入ったんで、うん、作為的に決めたわけじゃないんで、そうじゃないんでね、面白い手取りが組めて、ね、初めてだと思いますよ、その僕がギター持たない、うん、なんか野外とかフリーイベントで一回あったかな、あったね、でもライブハウスでしっかりっていうのはないですよね。ただ高一のステージングをっていうのはね、楽しみ、まあ、その辺も踏まえてね、あ、どんな曲やるんだろうっていうのもぜひ想像してもらいながらですね、ちょっと、楽しみに待っててほしいなと思います。ちょっと疑問なんですけど、ね、うん、ライブやるときってやっぱ皆さんこの見に来ていただける方とかやっぱりある程度セットリストっていうのは予想して見えるんですかね。ああ、どうなんですかね、どうなんだろう。もちろんね、初めて見に来るよという方にとってはね、まあ、もちろん全てが新鮮なんでしょうけど、まあ、ずっと長い間ね、応援してててくださってる人もね、見に来てくださって、その方たちはどうなんですかね、聞いたことないもんね、そういう話、そういう話したことない、ね、ないない。僕は見に行くときは、まあやってほしいなって曲はありながらも、基本無で見に行くんですよ、うん、あ、で、これやってくれたみたいな感じなんで、うん、あんま予想していくってことがないんで、なるほどね、皆さんどういう感じなのかなって、これ聞きたいなみたいなこう気分になったりすることあるかもしれないね、うん、今日はこんな気分だなみたいな、あ、それを出してもらえば、ね、セドリに反映できるかも。あ、でもギターがないギターがないな、ギターがある曲はちょっと入れられないかもしれないな、日曜日はギターない曲で、あとここに入ってるやつね、パッドに入ってるやつ、そうそうそう、お願いします、そうそうそう、パッドに入ってるやつね、こちらパッドからね、音を出してですね、それに乗せて、まあ、演奏するというスタイルでやっておりまして、うん、まあ、そのスタイルでね、11月10日もお届けしていきますので、はい、ぜひぜひ楽しみにしてください、夜の6時オープン6時半スタートとなっておりまして、僕らは最後に、はい、一番最後に出演をさせていただきます。9時ぐらいだっけね、多分9時前ぐらいだと思います、はい、ぐらいに出演させていただきますので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい。